Bonjour! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校アンサンブランフランセ講師のやすこです。フランス語学習を始めて間もない方は、基本的な文法構造をしっかり身につけるために、順序立てて文法事項を習得していくことが何よりも大切です。ステップ1。アンサンブルオリジナルテキストの文法テキストを順番に学習していきましょう。ステップ2。自己学習でレッスンで学習した文法事項を用いて日記をつけてみましょう。習った表現はすぐに自分で使って復習してしっかりと定着させましょう。ステップ3。学習した表現を用いて講師に話してみましょう。学習した内容を積極的に口に出してアウトプットすることでより確実に身につけることができます。ステップ4。現在、過去、未来の時制をきっちりと使い分けられるように講師と一緒にしっかりと学習しましょう。これまでに学習した文法事項を用いて自分の言葉で短いフランス語の文章をたくさん言う練習をしましょう。